レッシュマンは阿蘇市内の巻にあります阿蘇市商工会にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします、はい、ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域教えてください。森下天音と言います。年齢は19歳で、住んでる地域は宮地に住んでます。森下さんは商工会にお勤めになって、はい、もうどれくらいですか？今がちょうど2年目に入りました。じゃあ高校卒業後すぐに就職という形 で、はい、普段はどんなお仕事を担当されてますか？私が担当している業務は小規模事業者の方々の記帳や確定申告のお手伝いなど、その経理に関する仕事をやってます。はい、ね、高校卒業後初めてそういうお金を扱うのってなかなか緊張すると思うんですが、そうです、ね、難しいところとかあります？やっぱり数字が一つ違うだけでやっぱ大きな問題に発展したりするのでですね、やっぱ一つ一つ丁寧にやるっていうのは少し心がけてはいますね。はい、そのお客様と の、はい、なんですかね、お仕事とか、はい、窓口業務があると思いますが、はい、そういったところは楽しいところとか何かありますか？そうですね、もう会員様大勢いらっしゃいますので、やっぱ一人一人違う方が来られるのでですね、こういう方なんだ、こういう方なんだというか、相手のお話しするのがやっぱ楽しいかなっていう感じですね。じゃあ向いてるんですね、もともと。そうですね、お話をするのが結構好きなのでですねなんかその笑顔にね、癒されているお客様もきっと多いと思います。はい、じゃあちょっとプライベートのこともお伺いしたいんですが、はい、まだ19歳ということで、はい、今度の成人式なんですよね？そうですね、はい、まだ、はい、未成年ですね。結婚願望とかは？そうですね、結婚はなるべく早くしたいですね。あ、そうですか、はい、何歳ぐらいまで？親が25になる年で結婚してるので、うん、まあ、それまでに結婚できたらいいかなくらいですね。なるほど、はい、じゃあ、あと5年ぐらいのうちに。そうですね、5年ぐらいのうちにですねどんな人がタイプですか？とにかく一途な人が好きですね、うんうん、はい、という、あなたももしや一途な？あ、もうすごい、多分一途じゃないかなと思いますあ、じゃあね、こう真剣にお付き合いするならやっぱり一途な恋をですね、ですね、はい、したいですね。なるほど、はい、ではそんな一途な人ともし阿蘇市でデートするなら、はい、どこに行きましょうか？はい、おすすめのデートスポットは？おすすめのデートスポットは、うん、内の巻で言えば、その内の巻商店街を歩いて回るのもいいと思うんですけども、うん、一宮になると、うん、阿蘇神社の門前町を歩いて回りたい、水木巡りをしたいなとかこう思いますね。ですね、はい、はい、今日はですね、はい、阿蘇市商工会の森下さんにお話を伺いましたが、はい、最後にあちらのカメラに向かって、はい、お勤めの商工会の PR をお願いします。はい、私たち商工会職員は迅速かつ正確な情報をなるべく早く会員の皆様にお伝えできるように頑張っておりますので、お気軽に商工会の窓口へ来られて、いろんな情報を聞きに来てください。これからも精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、内の巻の阿蘇市商工会なんですね。笑顔の素敵な森下さんがいらっしゃいますので、はい、お気軽にお越しください。では最後はあちらのカメラに向かって二人で締めポーズをお願いします。はい、では、今月のフレッシュマンは阿蘇市商工会にお勤めの森下さんご紹介しました。せーの、フレッシュマン、さよなら。